こんにちは。親父の家のじじいです。ヤフオクポチッとシリーズ。今日は100円銀貨42枚まとめてというのをポチッとしました。これを開封していきます。あれ、貨幣セットになってる。第5回国際東京国際コインコンベッション平成6年。あれ、間違えちゃったかな。あ、なるほどね。このケースにこれが入っていたということですね。じゃあ開けていきましょう。全部はい、ということで3ケース分に42枚入っているはずです。じゃあ一個一個開けてみましょう。あれ、これコインケースって、これ開けるの大変だ。無事開きました。42枚。ご存知のように100円銀貨っていうのは、ほう、稲、それからオリンピックの3種類がありますので、3種類仕分けしてみます。はい、仕分けができました。こちら、ほう、100円銀貨が2枚。オリンピック、100円銀貨が10枚。いいね、100円銀貨が30枚でした。これで今まで持っていた100円銀貨が604枚なので、42枚を足して646枚になりました。ではまたこの銀に入れていきましょう。
つ目の瓶、まだまだ余裕があります。たくさん入りそうです。50枚積み重ねた100円玉を倒してみるチャラチャラです。